よろしいですか。はい、はい、はい。それでは本日はまず改めてご挨拶申し上げたいと思いますが、お忙しい中ご足労いただきましてありがとうございます。また発足当初から非常に委員としていろいろご指導、審査等にご指導いただきましたことを改めて今日はまずお礼を申し上げたいと思います。で、昨今その島崎先生もいいんじゃないか先生と申し上げますけれども、島崎先生のいろんな形でマスコミに取り上げられて、いろいろ今日も大勢のマスコミがお集まりになってますし、国民の中にもいろんな疑問もあろうかと思います。私どもとしても直接お伺いするのは容易ですけれども、やはりこういった問題ですので、みんなの前でよく先生のご発言の趣旨をですね、よくお伺いして、その趣旨を踏まえて対応すべきかということを検討する機会にしたいということでご足労いただきました。そういうことで率直にいろいろご意見を伺いたいと思いますので、こちらからもいろいろご質問させていただくと思いますが、ご容赦願いたいと思います。で、まず先生の方で資料を用意していただいたようですので、これについて少し簡単にご紹介いただけますでしょうか。今日はこのような機会を作っていただきまして本当にありがとうございます。いろいろな偶然が重なって、こういう状況になっております。ご説明させていただきます。お配りした資料は実は、24日に発売になる岩波書店の雑誌の科学という7月号に掲載を予定されているもので、ここでは構成中のものですけれども、いくつか貼り合わせてですね、ちょっと汚い感じになってますけれども、必要な式等を示しております。それで私退職後、ここにありますようにですね、津波の予測がどこぐらいできるのかという予見性についていろいろ過去のこと、それから現在のことを含めて、調査研究を進めてまいったんですけれども、たまたまここにありますように日本海の最大クラスの津波っていうものを、国交省の方で、2014年の9月に、報告書を出されてるんですけども、それに問題があるということで、また不十分なものを最大だとしてしまうと、いわゆる想定外ということの災害が繰り返されるのではないかということを恐れて、特に今、県の方でですね、実際に具体的な対策が始まりつつある状況ですので、私としてはそれに間に合うようというか、それが固定化して、特にハードのような対策をですねやり直すというのは非常に大変だと思いますので、なんとかおかしいところを改めてほしいと思って、これまで、研究を続け、学会等で発表してきたわけですけれども、たまたまその王位の問題、これはですねそういうことを念頭に置いて仕事をしてきたわけではないんですけれども、たまたま王位発電所の、地震動に関わる断層と、この日本海で取り上げている最大クラスの断層が同じ断層であります。それで私は今言ってまいりましたような経緯のために、それぞれの断層で評価されている震源の大きさが果たしてそれでいいだろうかという検討を続けてきました。たまたま大井に関しては同じ断層について、
検討することになりましたので、この今のその陳述書を出した経緯というのは、この日本海の最大クラスの津波を問題にしている断層がたまたま、大井発電所の地震動にも関連していたということであって、片方が良くて片方が悪いというわけには参りませんので、陳述書を出したということであります。特に陳述書を出す後押しといいましょうか、決断に至ったのは、これは大きな問題ですから、そうやたらにできることではないんですけれども、実際熊本地震が起きて、現地にも行っていろいろ見た結果、やはり入倉三宅式を垂直な、あるいは垂直に近い断層に適用すると震源の大きさが小さくなる、これは間違いないことであるということを確信しましたので、その後そういった行動に出たという次第であります。で、式の説明は最初のページの右の方に入倉三宅式が書いてありまして、もともとは耐水屋なんかで書いてありますので、一般の方にも分かりやすくするように書いてありますので、次元の問題だとかそういうのはちょっと無視して、数値的にこういう値になるという形で示しております。それから左の方にコラムというのがあって、ここで震源の大きさと呼んでいる地震モーメントがどういうふうにそれ以外の量で書くことができるかという、これは地震学の第一歩みたいなところですけれども、それと入倉三宅式を使うと、括弧2にあるようにずれの量も求められるという形であります。それで入倉三宅式のほかに、竹村式というものが、原発の審査で基準津波の時に使われる式なんですけれども、これは断層の長さの事情で、震源の大きさが決まって、ずれの量は長さ割る幅という形で決まる3式4式のようになります。それからその他に、私も関係してますけど、山中島崎式というのもございまして、この方が実は古いんですけれども、似たような結果になって、これで見てみますと、片方は断層の事情で片方は長さの事情なので非常に見にくいんですけれども、幅を例えば固定しますと、これらはみんな同じ形に書かれます。それで例えば幅が14キロの場合が、一番最後のページの、これは幅が14キロという形にした場合にそれぞれの式がどうなるかという、特に限られた場合ですね、例えば地震発生層の厚さが15キロで、上の1キロは地震は発生しないとして垂直な断層だとすると幅が14キロになりますけれども、見やすい同じ形、一つ L の事情にならないところがあって形は違いますが、これで見ていただいた方が、長さが14キロの場合は明らかにこの1、2の竹村式、山中島崎式と入倉三宅式が異なるということを一目瞭然に見ていただけると思います。3.5 倍から4倍ぐらい、他の式では大きな震源の大きさになるのに、入倉三宅式を垂直な断層に使うと、3.5 分の1か4分の1ぐらいという小さい値になるということが分かっていただけるかと思います。で、もともとはその日本海の最大クラスというのは、実は最大クラスではなくて、場合によっては平均以下だということが問題だということを調査研究しておったわけですけれども、日本海のその最大クラスではですね、地震のずれの、地震の時のこの断層のずれの量がばらつくので、ある程度余裕を見ないといけないっていうんで、 1.5 メートルを足すという、そういう操作をしています。いかにも最大を求めるにはそういったものが必要だというので、それは最もなんですけれども、それでも竹村式を使ったよりも小さくなるということは、どういうことかというと、入倉三宅式が非常に小さいんだということに他ならないわけで、それは今式の形で先ほどお示しした通りです。で、この問題はやや複雑な問題だということがやっていくうちに気がつきまして、2つ問題があります。
ここの、ページには書いてありませんけれども、一つは、将来起こる地震を予測する必要があるわけです。ですから断層の長さにしろ、断層の面積にしろ、震源の大きさである地震モーメントにしろ、あるいは断層のずれの量にしろ、全部地震前に考えないといけない。ところが実際に式自体は地震後に得られた量を使って式が得られている。地震後に断層の面積が分かり、断層の長さが分かり、あるいはずれの量が分かり、震源の大きさが分かる。だから関係式が作られるという。だけど関係式自体は地震後の量で作られているんです。ところが必要なのは地震前の状態でどれだけよく予測できるかという、そういう話なんです。だから本当は地震前の量で関係式を作らないといけないんですけれども、実際は地震後の量で作られている。例えば断層の長さがある、あの何キロって分かっていても、地震が実際起こるとそれよりも大きくなる場合があるわけですね。でそのことによってこの式がある意味不確定性といいますか、地震前にの量で書いてないということによる推定の誤りがそこから一つ出てきます。それが一つですよね。要するに地震後について関係式を作ってそれを使ってるんだけども、本当は地震前の量でやらないといけない。断層の面積なり断層の長さなりを地震前に推定してるんだ。それが一つです。だからもう一つは、さっき言ったようにそれぞれの式によって係数が違って大きな違いがある。イルクラメ明けを1とすると山中島だけは大体 3.5 倍、竹村だと4倍。これは幅をどの程度考えるかによって異なるわけで、今言ったのはいわば一番幅が小さい場合です。幅が小さい場合っていうのはすなわち断層面が垂直になっている、地面に直角になっているということですね。そのなぜかっていうと、日本列島で起こる地震というのは地震発生層というある一定の厚さの中で起きていて、断層はその外へ出らんないわけですね。上に伸びようとすると地表面になって地表になって出らんない。下に伸びようとすると今度は柔らかな層に入っていて地震が起きなくなっちゃう。だから幅が地震発生層によって決められてしまう。まあ一般的には15キロメートルぐらいの厚さがある。場所によってはもうちょっと20キロぐらいのところもありますけど、それはまれで大体15キロぐらいの厚さがあります。ですから断層の底は15キロですね。で上は、地表付近の1キロぐらいは柔らかい岩石だから地震は発生しないんじゃないかと言われて、まあ、そこは除く。そうすると残りが14キロということになるんです。ただこれは傾いていくとどん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 伸びられますので、傾いていくとかなり大きな震源の大きさになります。ですから今問題にしているのはあくまでも垂直な場合、あるいは垂直に近い場合で、その場合に入倉三宅式から出てくる震源の大きさが小さい。場合によっては1/4、あるいは1/3、そんな値になる。それが問題であるということを申し上げています。ただですね、本当にこういう大きな地震というのはそうめったに起こるわけではなくて、阪神・淡路大震災がありましたけれども、あれを起こした断層はある意味ちょっと、不自然というか変わったところがあって、神戸側では地表地面まで突き抜けてないんですね。深いところだけがずれてる。淡路島側では上までずれてますけど、そういう活断層の地震としてはやや特殊なケースなので、本当に活断層の地震と言われるのは今回の熊本県の地震が、熊本地震が初めてだと私は思っています。それ以前というと実は戦前なんですね。1930年の北伊豆地震だとか1927年の、丹後地震だとか1943年の鳥取地震だとか、要するに南海地震が起こる前にだんだん西日本で活発になってくる、そういう状況で起きた地震がまさに活断層で起きて、
その幅がその地震発生層の厚みで抑えられている、そういう地震であるわけです。で、今その戦前の状況から、まあ、70年か80年かとにかく経ってまた次の南海地震が起ころうとおそらくしているんだと思いますけれども、それで同じような地震が起こり始めているというのが現在だと思います。で、実際の熊本地震でどこがこれまでと違うかというと、昔の地震は動きは測量で捉えられますけれども、その動きが実際にいつ起きたかというその特定ができない。地震時だと思われますけれども、地震前に動いたかもしれず、地震後に動いたかもしれない。ところが現在ですと、国土地理院の GNSS 観測といって衛星を用いた観測によって大地の動きがまさに連続的にずっと見えているわけです。ですから地震時にどれだけ動いたかということを間違いなく言うことができます。ですから地震前に動いたんだろうだとか、地震後に動いたんだろうか、そういうことはなく、非常に明白にこれだけの量地震時に動いたということを言うことができる。これが1点です。それからもう一つは、第一2号いわゆる衛星観測で大地の動きがどのくらいの広がりで起きているか、これを国土地理院が国土地理院他が解析してますけれども、衛星観測ではっきり言うことができる。空間的な広がり、それから時間的に地震時に起きたこと、この2つが熊本地震では非常にはっきりしたわけです。で、過去のものに関してはそういう意味でまだ十分説得性がないと思っておりましたけれども、熊本地震が起きて、まあ、現地に実際行ってみてですね、確かに入倉三宅式では不十分というか全然足りないということで、それが2ページ以降ですね、ちょっと初めのところが切れてますけれども、そのことについて、書いてあります。まあ、最初は国土地理院の暫定的な解で、傾斜が60度で長さが27キロで幅が12.3キロ、でこれ断層面積が計算できますから、それを使うことができます。それからその後もう少し複雑なモデルが出て、その総断層面積も416平方キロメートルです。これらの値を一式に入れますと、0.6 だとか 1.0 だとか、まあ、10の19乗ニュートンメートルという単位ですけれども、まあ、そんな値が得られるんですけれども、実際に海外のデータやまあ国内のデータ、強震度のデータ等々でありますけれども、それを見ると下の段落にあるように同じ単位で 4.1 だとか 4.5 だとか 4.7 だとか、まあそういった値であって1だとか1以下ではありえない。ここではまあ4倍ぐらい大きいわけです。でずれの量にしてもですね、同様です。ずれの量は54センチだとか67センチになりますけれども、実際に国土地理院が大地の動きから推定しているずれの量は3メートルだとか 4.1、3.8、2.7、平均して 3.6 とか、そういう値になります。ですから入倉三宅式を垂直な断層面について当てはめると非常に小さな値になってしまう。まあ、今のやつはですね、ずれの量が一定というモデルですので、ちょっと面積を小さめに取っているかもしれませんので、地表地震断層といってますけど、地面が地下の断層によってずれている、その範囲の長さが31キロで断層が60度傾斜しているので幅が16キロ、こういう値を入れると496平方キロメートルになりますけれども、これでも 1.4 にしかならない。やっぱり足りない。ずれの量も80センチ。やっぱり足りない。でもいっそのこと逆にしてですね、元の方に書いてありますけれども、入倉三宅式が正しいと、それで幅が、今言った16キロだというふうにして、断層の長さを逆に求めると、
57キロになります。まあ実際の断層の長さっていうのは30キロ35キロっていう人もいますけども、どう考えても57キロにはなりません。特にですね、地震の前に57キロという人はいないはずです。活断層の長さもまあせいぜい30キロのところで、誰が好んで断層の長さは57キロと言うでしょうか。一般に事業者はどちらかというと短い断層を好むわけで、地表の観測データから30キロ内外と考えられるところを自ら進んで57キロというような長い断層を提案する事業者っていうのはおそらくいないと思います。ということはすなわち今の入倉三宅式を使っている限り震源の大きさは過小評価されるということです。で、今震源の大きさを言ってますけれども、それじゃ地震動はどうなのかというと、これはかなりいろんなパラメーターがあって複雑です。で、一気に言うことは難しいので、これこそまさにしかるべき機関がきちんと計算をして示してほしいと私は思ってるんですけれども、非常に大雑把な推定はできます。それはダンさん他の方がですね、短周期レベルと呼んでますけれども、加速度スペクトル、要するに共振動の加速度ですけれども、そのスペクトル、要するに周期で見てるものの短周期レベルっていうのを、これは経験的に地震モーメントと、地震モーメントっていうのは今お話している震源の大きさですけれども、どういう関係があるかっていうのを調べられていて、短周期レベルっていうのは震源の大きさの3分の1乗に比例すると言われています。で、もしこれが成り立つとすると、まあ、かなり大雑把なざくっとした推定ではありますけれども、入倉三宅式で推定した値の値に対して本当の震源の大きさが 3.4 倍だとすると、短周期レベルは 50% 増しになります。それでこれはかなり深刻な問題であると私は思いますので、まあ、これはざっくりとした値ですから、多分 10% 増しだって大きい問題だと思いますが、とにかくこれは十分考慮すべき問題ではないかというのが、こういうような事態に至った元であります。ぜひ前向きに検討していただきたいと思います。以上です。はい、ありがとうございました。私はこの道の素人なので、どこまで理解できているかよくわからないので、他の方からもご質問をお願いしたいと思いますが、まず今先生ご説明されたのは津波の原因となる震源の地震モーメントの大きさをどう見るかというところがポイントというふうに理解してよろしいでしょうか。で、その場合に断層が非常に垂直、まあ実際に横ずれ断層、横ずれみたいな地震が起こるような時には入倉三宅式は過小、かなり過小評価になると。逆に言うと、うんとこうある程度どうなんだ、傾斜角が持っていればある程度どこかではいいとこ行くんだという、そういうことでよろしいんですか。傾きを持っている場合には問題にならないと思います。他の地域にだんだん近づいてきますので、はい、大きな違いはない。あ、そうですか。それでまず非常に雑把なあれなんですけれども、多分皆さんここにおいでの方も気にされて、先生がそのまた委員の時に在任中に評価していただいた発電所としては仙台と大井が多分ほとんど担当していただいたと思うんですが、仙台は私の理解ではいわゆる、まあ、震源を特定しない断層で入倉三宅式は使ってないということで。これについては何かやっぱり見直す必要あるとか、そういう何かあるんでしょうかね。詳しく私もその後当たっておりませんので、はい、分かりませんけれども、
すぐにどうこうという問題ではなさそうに見えますけれども、はい、あ、そうですか、分かりました。それから今大井の方は日本海側の方でですが、はい、大井の時には随分私も長いこといろんな議論をやり取りしてて、熊川断層まで入れるべきであるとか、震源の深さを、3キロにすべきとか、いろんなこと、それからまさに今の傾斜角の問題なんかも議論されてたと思うんですが、そういった点で今そういうことをベースにして許認可を与えてきたんですけれども、はい、その辺についてはもう一度何かきちっと見直す必要があるんでしょうか。私も審査に加わっていましたので、あの時は入りくらめ焼け式の問題をこれほど問題であるというふうには考えておりませんでしたので、大体こんなところでいいんじゃないですかということで進んで、はい、審査が進んだんだと思いますけれども、で、まあ、退職後時間がありますので、特にこの日本海の津波の問題が私は気になっていましたので、それをやっていく間にだんだん入倉三宅式の問題が明らかになってきて、それでまあ今ここに至っているというような状況なんです。で、実際に審査をどうされるとかそういう問題は、まあ、規制委員会のマターですし、私がどうこう申し上げることではないので、私としてはあくまでも科学の面で入倉三宅式が適当ではない場合があるということを申し上げております。で、もしその多少余計なことを言ってもいいのであればですね、実際にそのいくつかこう式があって、より真実に近そうな式があるわけですから、それでやったらどうなるかということをまずやっていただく。これまで他入倉宮式じゃな、入倉宮式を使って震源の大きさを求めて、それ以降いろいろな手続きで強震度を求めているわけですけれども、それでは震源の大きさが過小評価であることは明らかだと僕は思いますので、それが過小評価にならないような式がありますから、それを使って、あと、これまでのやり方でずっとやったときに本当にどのくらいの地震動になるのかということは僕も知らないわけですね。その計算やってませんので、それをまずやっていただくのが本当がよろしいんじゃないかと思いますね。で、それを見て、あ、これは大したことないんだといえば、それはそれなりに対応がありますし、これはちょっと考えた方がいいということになれば、それはそれなりにやはり対応があると思いますので、まず僕はそこがスタートであろうと思います。ね、原子力プラントの場合には、開放面の基準値振動 SS をベースにしてるし、まあ、SS の決めるのも短周期っていうか 0.02 秒だったかな、なんかのところで決めてると思うんです。それで地震モーメントはかなり物理量で力なのではっきりしてるんだけれども、その実際の、SS を決めるまでには相当いくつかのパラメーターが入ってくるということで、私自身もどうやって決めていいのかよく、それはまあ、私むしろ専門家がこちらにもいらっしゃいますので、はいはい、まあ、そういうことも含めて判断しなきゃいけないというご指摘かなというふうに理解してよろしいでしょうか。どの程度深刻な問題なのか、はい、まずはやっぱりきっちり同じことをその違う震源の大きさでやってみるのはまず僕は第一歩だと思います。それで大したことなければ、まあ、大したことないで済むわけですし、ちょっと私がお騒がせしてすみませんだしなりますし、そうじゃなくてもう少し深刻であれば具体的にどうこれから進めるかというのはもちろんこれは規制委員会のマターで私が何か申し上げることではない。私がちょっと口はばったく申し上げているのは、まずはそのより適正な式で求められたものに対して強振動の計算をこれまでと同じようにやったらどうなるのかということをやはり委員会としても手元にちゃんと持って、それからいろんな必要であれば、必要であればいろんな判断をされるというのが一番ではないかと思っております。
でちょっとこう戻るみたいな話ですけども、はい、要するにまあレシピという俗に言ってますけれども、はいはい、そのレシピとして今入倉三宅式とか竹村式とか、はい、あの先生が出された式とか今挙げられたと思うんですが、はいはい、そのいずれも今までの地震のそのデータに基づいたある種のこういう言い方が正しいかどうかにもあるあのフィッティング的な、はい、そういうところかと思うんですが、それについてそのちょっと私もいろいろ付き合いに勉強してあの L で表現する場合と S で表現する場合とってなんか全然ディメンション違うんじゃないかなって思ったりしてよく分かんなくなったりもしたんですが、まあそれはそれとして今回の熊本の地震について見るとあのそのうちで一番まあほぼ妥当な結果が得られたのは竹村式とかあの島崎先生の式とか、そっちの方が妥当だよっていう、そういうご指摘と理解してよろしいですか。でだからまあ今までなかなかこういったあの詳細なデータが得られるような地震動っていうのはまあこういう自然の中ですからなかなか実測値が正確なものが得られなかったんだけれども今回は得られたんだと、そういうことを、まさにあの新しい知見が得られましたので、それに基づいてあの必要な、もし必要であれば必要なことをやっていただくということじゃないかと思っております。はい、じゃあ私の方からちょっと、どうもありがとうございます。あのまず最初にあの熊本地震の件につきましてはですね、あのこれはあのまさにその活断層が存在するということがすでに分かっている場所で、あの、まあ、起きた大きな地震で大きな被害がございましたけれども、でそれについてあの、まあ、おっしゃったように衛星観測もやっている状況下であの、まあ、地震が発生したと。でその時の動きもよく分かる。でどこからどこまで断層があると。でこれは地表にも出てますし、あの、まあ、宇宙からの観測によっても分かっているわけですね。そういう意味で非常に貴重なあのデータが得られたということはあの私もよく理解いたします。であのもうすでにあのこちらの基盤研究グループの方にですね、あの調査を指示しまして、あの現在あのやっているところでもうすぐ報告が上がってくるのではないかと思います。ですからあのそういう点につきましてはですね、あの知見をとにかくあの整理して、それを、まあ、もし現在のですね、その審査の中でその改めていくべき部分があれば、あのそれにあの、加えていくというような形にあのすることになろうかとは思います。ただこれはまだあの調査中ですので、そこのところはご理解いただきたいと思います。であの入倉三宅式についての問題点というのを、まあ、あのご説明いただいたわけですけれども、入倉三宅式が出たのが2001年ですね。ですからまあ、だいぶもう15年ぐらい前の話でして、あのこの特徴というのはあの多分あの先生が審査をされている時もですね、 あの、まあ、ある程度あのご承知の上でのことではないかというふうに思います。で、あの、入倉三宅式の特徴というのはやっぱりこう面積からあのそういう断層面積というものをあの一番重要なデータとしてですね、あのそこからあの地震動を計算していくというようなことにあるのではないかというふうに思いますが、あの断層の面積はですね、こう、まあ、もちろんその垂直な場合とですね、それからこう傾いた場合で、あの地震発生層の厚さはまあ決まってますので、傾けば傾くほどですね、緩くなればなるほどあの断層の面積は大きくなるわけですよね。でそういう意味であの定格の低い角度のですね、断層の場合は入倉三宅式ので計算した方が大きくなるというようなこともあると思うんですね。で多分あのそういうようなこともあってですね、あの先生が審査された時にはですね、あのまあいろいろ不確定性を考慮した上でですね、
少し傾いた断層についての地震度、ということも考慮されていたのではないかというふうに思いますし、断層の長さそのものもですね、かなり長く取るというようなこともされていたのではないかと思いますけれども、その辺はその先生 その審査をされていた時のですね、心づもりといいますか、その辺はどういう感じだったんでしょうか。入倉三宅式と入倉三宅式が地震度に使われていて、それで津波に関しては竹村式を使っていて、それで職員の方からなんでこう違うんですかっていう質問を一度受けたことがあるんです。で、私はかつてはこういうことをやっておりまして、でその時断層の長さを使ってたんですけれども、僕の意識としては断層の長さっていうのはほっとくとこう長くなりがちなんで、ある程度こうきっちりしたところで決めて、そのデータを自分で使っていた。だからなんとなくちょっと短めにしてたかなっていう思いがあったの で僕の方はちょっと短めで、ひょっとすると入倉さんの方はちょっと大きめで、まあ真実はその中間ぐらいではないかと思ったので、最初はあまり気にしなかったんですけれども、ある時ちょっと気になったんで、自分の持ってるわずかなデータですけどちょっと入れてみたら、入倉三宅式じゃなくてむしろ竹村式に近いような結果であったんです。それで実際前ジェネスの方たちがこちらに移ってこられたので、まあちょっとここ問題があるので調査してほしいというふうには言ったんですけれども、まあその時点で確たる証拠もないですし、実際にそんなに垂直のものを寝かすというような知恵も私は働かなかったので、強振動では入倉三宅式でこれまでやっているのも事実ですから、まあそれでいいんじゃないかということで、それがおかしいから何か工夫をするだとかそういうことは一切ありませんでした。ですから入倉三宅式でいいんだという形で通ってます。気がついたのはむしろその後でだんだん深刻であるということが、退職後ですね、学会発表をしていろいろ人に聞かれるなりして調べていくうちに、そこに思い至ったということで、在職中にはあれとは思ったけども、むしろちゃんと調べてほしいと言っただけで、その後大した進展がありませんでした。そうですか、ありがとうございます。ただ事実としては例えば大井についてはその垂直な場合だけでなくて75度でしたっけね、傾けた場合についても一応検討はしているというふうに理解しております。であと入倉三宅式っていうのは その適用範囲っていうのが、限られてますよね。つまり論文の中にこれ以上の長さの断層でこれ以下の長さの断層に適用しなさいということが書いてあって、多分その地震発生層の厚さにもよりますけども、多分300キロ弱ぐらいより長い断層になると適用できないというようなことがあると思うんですね。で例えば伊方 の長い中央構造線のですね、400キロ以上あるような断層には当然入倉三宅式は使ってないと思うんですよね。ですからそういう意味では入倉三宅式でもって全部審査をしてきたということではないというふうに思いますので、その辺についてはそれぞれ のサイトの状況、周囲の断層の状況などに応じてですね、これまでもきちんと審査をしてきているというふうに、私は理解しておりますけれども、もちろんその入倉三宅式のそのものの その垂直な場合についてですね、他の式よりも小さい、地震モーメントになるということについてはですね、それは先生がおっしゃる通りだとは思うんですけれども、ただそれは私の心づもりとしては考慮に入れた上でやっているというふうにやっているということなんですけれども、
例えば大井のその審査結果につきましてはですね、その今の状況では先生はどういうふうにお考えなんでしょう。入倉三宅式と他の式の違いなんですけれども、断層の長さを倍にしないといけないんですね。熊本地震でもそうですけど、まあ、30キロだとか何とか、それが入倉三宅式に合わせるには断層の長さを倍にして、まあ、57キロですが倍に近いことをしないと入倉三宅式が成り立たないわけです。ですから大井の場合の FOAFOB ですけれども、それに熊川断層を加えようが加えまいがそんなに変わらないんです。事態は要するに熊川断層を変えて倍にの長さになったというんであれば、それは確かに違う大きな違いだと思いますけど、そこまでいきませんので、本当に例えば FOAFOB だけでもいいですから、この正しより正しいと思われる震源の大きさを入れて強震動が本当にこれまでの余裕を見た以上にならないということを、ぜひもしそう主張されるんでしたらですね、ぜひそれを確認していただいて、それから話は始まると私は思っています。FOAB ですかね、関連は最初それでいいんだと。でどうも今調べてみると36キロで、実は島田先生がそうじゃダメだと、熊川までつなげなさいということで、そうやると63キロぐらいだということになると、そうすると少し違ってくるという理解でよろしいんですか。本当に倍になってればいいですけど、多分倍ではならないと思います。どういうパラメータを使われているのか違うかと思いますけれども、うんうんうん、FOFP はもう少し長かったと思います、はい、倍にはならなかったと思います。FOB が36キロですね、で熊川まで入れると63キロ、 FOFB が36キロですか、もう少し長くなかったか、まあそれにしてもそうですね、36キロだとすると72キロですか、倍にして、はい、それにはどうしたらいいか、かなり近いですよね、まあ、まあ近いにしてもとりあえずやっていただきたいと思いますし、熊川断層が起こらないということではないので、もともと私はそういうことをいろいろ考慮して長くしたのではなくて、熊川断層はやっぱり連動することを考えた方がいいということでやったのでありまして、決してそのなんていうんですか、あらかじめ他の式を使ってうまくいくようなんて、そんな配慮をした、いや学問的な話じゃなくて、はいはいはい、いやこうプラグマティックな、はい、プラグマティックでもそこまで知恵はいや結果論的なところもあるんですけれども、それはやっぱりきっちり精査をしていただくのがまず第一歩だと私は思っています。僕が一番恐れているのはですね、入倉三宅式で垂直になっている断層を入倉三宅式で使っているということがある意味既成事実化する、確立されてしまうということが一番僕は心配なんですね。日本海の津波に関してもそうですけれども、これで正しいんだと、要するにこれ以上見直すつもりはない、見直す必要はないという、そういう形にその後ろ向きになってしまうことが一番怖いんであって、必ず前向きに、はい、新しいものを受け入れるという方向で進めていただきたいと思っています。基本的には原子力発電所の方の私どもの審査の基本的な考え方としては、バックフィットを出し新しい知見を入れていくということなんですが、多分その先生がご心配されているのは入倉三宅式というのは別に原子力発電所だけじゃないですよね。そうです。でそっちの方が逆に言うと、私なんか原子力発電所の方はもっといろんな、いろんなことも含めて安全ファクターを余裕を少し見るように見てるところがある、はいはい、あるわけですけども、その逆に言うと建築基準とかそういうこういった高層ビルみたいなものの方が
一体どうなってんだと、あるいは先ほどの津波の話だと東南海の津波とかそういった時にどういうふうに見るのか、その辺になってくると私も全く知らない。まあ、今あの問題になったのは陸の、まあ、あの活断層の、まあ、いわゆる直下型の地震の議論であって、はい、それ以外にはあの適用できない話になってますので、はい、でも、まあ、あの一般的なことももちろん問題ですし、まあ、原子力でも時々使われてる、まあ、それは事業者さんによって違いますけれども、うん、であのやはりかなり大きく違うことがありますので、ぜひそこは一度確かめていただきたいと、まあ、そこがやっぱり何事も出発点だと思うんですよね、はい、でご主張のように、まあ、大して変わりないっていうんであれば大して変わりないんだっていうのを示していただければいいわけで、後ろの方でご質問、規制部長の桜でございます。あの先生にはご在任中に大変お世話になりましてありがとうございました。また今日もあのお忙しい中あのお越しいただいて、あのこうやってあの説明いただいてあのありがたいと思ってございます。ありがとうございます。あの、まあ、先月ながらちょっと一つだけあのお伺いしたいと思いますのは、あの今日説明された論文で先ほど先生もあのご紹介されてたんですけども、入倉三宅式のその推定値よりも実際のその地震の震源の大きさですねが大きくて、それは 3.4 倍ぐらいであれば、いわゆるその耐震周期レベルが5割増しぐらいになると、こういうことに非常にざっくりとした評価をすればそうなりますねということが書かれているんですけども、あのもうよくご存知だと思いますけども、あの基準地震動 の, その作成をする際にはあの、まあ、基本ケースでいろいろその計算をした上で、先ほどあの石渡先生の話もありましたように角度変えてみるとか、まあ、アスペリティの位置を変えてみるとか、そういうそのことも少し振ってみて不確かさを考慮するという、そういう工夫をしてあの、まあ、大きめに一応設定していくという、まあ、そういうことをやっていますし、さらにあの、計算した結果で出てくる短縮レベルをあの 1.5 倍にするとか、まあ、多いの場合は少し違った形になってますけれども、そういうそのこともやっているわけなので、あの単純にその入倉式を使っているところがベースになって、それがその5割増しの反対ですから、あの7割ぐらいになっちゃってるよと、まあ、こういうような話では多分ないと思ってるんですけれども、そこはそういう考え方でよろしいということですか。あの基本のある意味その推定の入り口が変わってるっていうことはやっぱり重要なわけですね。最後の一筆のところでちょっと変えたっていうんであればその影響は少ないですけれども、ですからあの本当にそうでなければ問題ないので、きっちりそこは精査をしていただいて、そこから始めていただくということを私はあの口はばったいですけれども申し上げていると、そういうことです。あのいろいろ工夫されているのは私もおりましたからよく分かっていますけれども、あのいわば震源の大きさという最初のところにかかってますので、それが後々どういう影響を与えているかというのはやはりあのチェックしていただいた方がよろしいんじゃないかと私は思っています、はい、ありがとうございます。あのあとお許しいただければあのちょっとストレートな話になって恐縮なんですけれども、あのそういうことで先生 の, そのご指導のもとでいろいろ審査をして、まあ、特に大井はあの、高浜についても同じ断層をベースにした形になっているの で、ね、まあ、先生いわば先生のご指導をいただいたときに大井でやったことをそのままあの流用しているという形になっているんですけれども、その結果について今この時点であのもう明らかに小さいのでこれはあの認めるべきではないというところまでおっしゃっているのか、まあ、そこは一度ちょっとあの計算してみたらどうですかという、そういうそのある種
ざっくり言うとなんか念のためにちょっと見てみたらどうですかというそういうようなお考えなのか、まあ、どちらでしょうか。いや高浜は遠いですから多分そんなに影響はないだろうと思いますね。やはり多いでしょう問題はおそらく。はい、ありがとうございます。小林さん何かありますか。総括官の小林でございます。今あの島木先生いろいろお話しいただいたことを、まあ、私なりにちょっと解釈させていただきますと、要は入倉三宅式を使う場合にはやっぱりその適用条件といいますか適用範囲といいますか、それを頭の隅に置きながら使っていくべきじゃないか。例えば東日本ですとこれはまあ非常に汗層も厚いですし定格ですし、これはまあ使えるところもあると思うんで、それの適用の範囲を頭の隅に置きながらまあ使っていくべきというようなことでよろしいございますか。あのできれば頭の隅じゃなくてもうちょっと中の方に置いといたらいいわかりました、はい、ありがとうございます。あのまあ、学問的にはですね、多分私は、まあまあ、あくまでも類推ですけども、いろいろ不完全さっていうのを一番よくご存知なのが専門家で、それをいろいろ検証しながらだんだんいいものができて、レシピも多分今後どんどん改良されてより良いものになっていくことだろうと思うんですが、まあ、今回今の時点で、まあ、島崎先生がその評価されたのは既存のレシピについていろいろ比較してみてこうですよ、熊本地震でこうですよということで、今後いろいろそういったものがあのいろんな、まあ、学会専門家の中で議論されてだんだん固まっていくものというふうに考えておいてよろしいでしょうかね。あの固まっていくというプロセスがまあどうなるかは分かりませんし、私はむしろあの固める方ではなくて言ってる方ですから、あのどうなるか分かりませんけれども、まあ、あの熊本地震が本当にそのいい材料であることは確かですので、ぜひそこは検討していただきたいと思ってます、はい、あの私どもとしても今後、まあ、例えばあのバックフィットとかいろんな新しい知見を入れていくとなると、それなりに評価されたものでをベースにして我々なりの判断を入れながらあの取り入れていきたいというふうに思うんですね。あのその時その時で簡単に指針はとても変えられませんし、あのそこはあのご理解いただきたいと思うんで、ぜひあのそちらの世界専門の分野でぜひそういった努力をしていただくことをまずちょっと余計なことですけど、いやとんでもないです。あのそれは最もなご意見で、私はですからあのどうされるかっていうのはこれはもうまさにあの規制委員会のマターであって、私はくちばしを挟むところではないんですけれどもと言って、まずはスタートをされたらいいんじゃないですかって余計なことを言いましたけれども、本当にあのこのままでいいかどうかっていうことはあのぜひあの新しい知見を入れた場合にこれまでのいろんな保守性でカバーできるのかできないのかっていうことは、やはりこれは まだ科学の範囲内だと思うんですよね。それがあってこそ行政的にどうするかという判断ができるんじゃないかというのが私の意見です。じゃあ、 あの特になければどうもありがとうございました。またあの折に触れていろいろお伺いすることもあろうかと思いますが、その実はよろしくお願いします。どうもありがとうございました。今日はこんな機会を作っていただきまして本当にありがとうございます。この後またあのぶら下がり あのインタビューがございますので、今しばらくちょっと準備までお時間いただければ。お疲れ様でした。はい、また1時間かかりました。はい、かかりました。すいません。ちょっとあの、ありがとうございます。すいません、本当。お元気そうな。